はい、どうもこんにちは、こんばんは、トラーです。今回なんですけども、まあ、期間限定で岩手にいるんですけど、そのまあ今現状地元っていうか言い方なんのかな、まあ、現状地元のところでちょっといろいろ散策してこようかなと思って、でなんか伊勢神社があるんですけど、その奥に秋葉神社っていうのもあるらしく、まあ、ちょっといろいろね動画撮っていけたらなと思いますんで、よろしくお願いします。ではね、ここから先いつも通りタイムアップ機能でちょっといろいろ映していきたいと思います。では行きましょう。はい、ということでね、ちょっと歩いてきました。これね、伊勢神社の動画でもあげたかなと思うんですけど、ちょっとさらにまたまっすぐ行く感じですね。で、あそこら辺が現在も今利用しているブレイクダンスが練習している体育館ですね。で、ちょっとそっちの方までまたタイムアップスタート。はい、ということでまたちょっと歩いてきました。ここがね、ブレイクダンスでいつもお世話になっている体育館ですね。で、これをパスして行ったことなかったんですけど、こうね、右側こっち側に行くとその秋葉神社っていうのがあるらしいんですよ。まあね、今日たまたま晴れたんでね、こんなことでもないと多分ね、こういう散策しないんで、てかそもそも多分ね、今泊まってるホテルにでも来ないと多分こんなね、まあ、仮地元っていうんですか、こんな散策しないと思うんで、ちょっとまあね、いい機会だと思ってちょっとこういう Vlog 撮ってます。まあ、この辺のね、土地を開拓していこうと思うんで、よろしくお願いします。ではまたね、ある程度のところまでこっちタイムアップで飛ばしていきたいと思います。では行きましょう。はい、今までで最長のタイムアップだったんじゃないでしょうか。でね、こっち左に行くんですけども、なんかちょっといろいろあるんでこっちも移していきましょうか。というか一気に田舎感増しましたね。歴史と文化香るふるさと新聖地って書いてあります。こっちはね、花園の里、なんか和って書いてありますね。でね、ちょっとこっちを歩いていく感じです。いいっすね、この感じ。いや、とかね、ちょっとやっぱね、岩手でもさすがに暑い。晴れてきてね、気温がめっちゃ上がってますね。ちょっと汗かいてるもん、普通に。いやー、暑い。しかしね、一気にこのね、この感じでね、すげー涼しくなった。この先にね、その秋葉神社っていうのがあるっぽいんですけど、ただね、秋葉神社、一応 Google で見たんですけど、ちょっと所在が、多分ね、相当地元の神社って感じです。
まあ、なんでね、こうでもないと絶対に観光では来ないと思うんで、まあ、この機会にぜひね、多分秋葉神社初の YouTube 投稿だと思います。僕がね、一発目をもらうっていう。ではまたね、しばらくタイムアップ機能ここから飛ばしていきましょうか。よろしくお願いします。はい、ということでタイムアップ飛ばしてきました。結構歩いてきましたね。でね、あれっぽい秋葉神社入り口、ちょっとねこれ行けんのって感じなんですよ。正直ね、厳しかったら私断念します。これ全然手入れされてないんですよね。見てわかると思うんですけど、まあ、ちょっと階段登っていきたいと思いますが、怪我すんじゃねえかなワンちゃん。え、これ道？これ道なの？はい、ということでね、タイムアップ機能にしたいと思います。多分真剣に登んなきゃいけないと思うんで。では、タイムアップ機能、いきます。はい、皆さん、予想をはるかに上回る困難さです。ですね、諦めます。っていうと、YouTuber ではないけれども、動画投稿者の使命としては、やりきれないので、ちょっと Google でね、他の入り口調べて、ちょ、行けたらなと思うんで、そっちの方からね、迂回したいと思います。いや、これは道ではない。普通にね、危機感を覚えました。ちょっと僕ね、命かける系 YouTuber ではないので。ということで、多分ね、あっちから行けそうなんですよ。なんでちょっと迂回していきたいと思います。ではその迂回路の方までタイムアップ機能をスタート。はい、ということで歩いてきました。でね、ここなんですよ、道。ミスったかな？マジでね、結構ビビってますよ、これマジ。まあ頑張ってね、撮っていこうかなと思うんで、よろしくお願いします。ちょっとね、あっちの方まで、じゃあまたタイムアップ機能をね、使って、秋葉神社の方行けたらなと思うんで、よろしくお願いします。では、スタート。はい、皆さんちょっとね、戻ってきて撮影しております。あそこちょっと車見えるかな、ここなんですけど、多分関係者の人がいたんで、ちょっとやめてこっちまで戻ってきちゃいました。でね、関係者以外立ち入り禁止になってて入れませんでした。なんでね、ごめんなさい、ちょっとこの動画最悪です。目的地行けないっていう、本当だったら没動画になるかなと思うんですけども、ちょっとね、この辺の風景撮ったので、せっかくなんで一応アップロードはしておきます。てかします。まあなんでね、このね、チキン動画がいいと思ったらね、チャンネル登録&グッドボタンをお願いします。最初の多分ぬかるんでるところ上に行けば多分ね撮れるんですけど、ちょっと普通に足踏み外しそうになったりとかして、ちょっとワンチャン捻挫とかあるんじゃないかなと思って、でね、本業にちょっと支障出ると嫌だったんで、薬剤師の方に。なんでね、ちょっとやめました。ということでね、チキン野郎を少しでも応援したいと思ったらチャンネル登録だけお願いいたします。ではまたお会いしましょう。 See you next time. Bye.